業で伝える方法をやってみたいと思います。ここにですね、山のキノコにですね、リアクション機能といって、トークの列下にこういうふうにですね、はい、こんにちは、魚屋です。いつもたくさんの動画の中から見ていただきありがとうございます。今日はこちらの LINE なんですけども、 LINE でトークをもらった時に相手に自分の気持ちを2秒で伝える方法をやってみたいと思います。このチャンネルでは LINE の使い方をはじめ、いろんなアプリまたガジェットの紹介もしています。初心者の方でも分かりやすいように丁寧に説明しようと心がけていますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録もしていただけると感謝です。 LINE は相手からトークをいただいて、当然こちらが見れば既読という形で相手は自分が読んだということが分かるわけなんですけども、一番いいのは自分の言葉で返信すればいいんですけども、今はスタンプとかいろいろありますので、そちらを使ってその気持ちを伝えている方も多いと思います。でもスタンプを選ぶときに、どうしてもですね、スタンプを見たときに、これにしようかな、あれにしようかなと迷いますよね。そんなときに2秒ぐらいで自分の気持ちを伝えることができるのがリアクション機能になります。それでは実際にスマートフォンの画面を見ながら説明をいたします。ではご説明します。 LINE を開きます。もうこれすでにトークの画面が開いてあるんですけども、ここにですね、山のキノコを取ってきたよというですね、画像をですね、友達からいただきました。これに対してですね、普通であればここでですね、文章を入れるのか、もしくはですね、スタンプを選んでですね、送るという形なんですけども、ここでですね、この画像を長押しをします。そうしますとですね、ここですね、にですね、リアクション機能といって、ここにですね、LINE キャラクターのムーン君ですかね、がですね、6つの表情で出てきます。左からですね、いいね。そしてハートの顔ですね。そしてこちら笑ってる顔ですかね。そしてお願いしてるような顔でしょうか。あと泣いてる顔、あとびっくりしてる顔とですね、6つの表情が出てきます。それでですね、これ一つどれか選ぶだけです。そうしますと、ここの下なんですね。ここにですね、今選んだですね、顔がですね、こういうふうに出てきます。そうしますとですね、この気持ちがですね、相手に伝わるという形になります。これはもちろんですね、こういう画像ではなくて、文章でもできます。長押しをすればですね、これ今下に出てきましたけれども、このようにですね、出てきますので、どれかを一つ選べばですね、ここのトークのですね、下にこういうふうにですね、今選んだものが送られます。こんな機能になります。これ簡単ですよね。そしてですね、気持ちがすぐ伝わるのでいいと思います。LINE は皆さんどんな感じで使ってるでしょうか。トークが来た時に最後自分で書いて終わりにしないとなんか嫌だと思ってる方もいるみたいですね。でもこのリアクション機能を使えばですね、相手がですね、それに対しての返信をすることもなくですね、終わることができるのでいいんじゃないかなと思います。そしてですね、本当に簡単に 1,2 秒でですね、そのどれにするかということだけ選んでですね、送ればですね、済みますので、とてもですね、いい機能ではないかなと思います。もしよかったら使ってみてください。はい、ということでですね、このチャンネルではいろんな動画をアップロードしています。ぜひですね、チャンネル登録、そしてですね、この動画をですね、閉める前にですね、下の方にいいねボタンというのがありますので、こちらもですね、ポチッと押していただけると幸いです。それでは今日もありがとうございました。失礼します。さよなら。